はい、ではいただきます。味入ってる？ちゃんと塩味入ってる？分からへん。いただきます。あ、なんかある？置いて食べようか。鼻血出て今寝転んで熱々食べた方が茹でたてって美味しいからね。うん、もうちょっと溶けてんな。よかったよかった。入れるのはね遅れちゃったんで心配やってんけど、なんとも言えへん青臭さと塩だけの味。おいしい。眠たいやろな。やろうな。よし。おいしい。七草貝はね、お正月ゆっくりおせちを食べてくっちゃねくっちゃねごろねしてるから、胃を整えるためになんか薬草みたいなのを食べるっていうらしいねんけどね。ご飯を三が日ご飯食べるんですよ。お餅だけ。そこからご飯を、胃にならすっていう意味とかいろいろあるらしいねんけどね。ちょっと塩と草の味しかせえへんね。この僕の味が美味しいもん。昔からうち好きでさ、あっちゃんも子供の頃から七草好きで、妙にこの青臭さ好きで、子供も好きで、ね、みきちゃんはお米から作ってる。あっちゃんも面倒くさかったしわからんかったからご飯から作ってる。やっぱり違うな。お米から作ったら美味しいね。時間が30分かかるけどね。止まった？うん、今止まってるんじゃん。あれ？なんかこんな味好きやろ？おかわりは？おかわりは？おかわりは？美味しくない。美味しくない？嘘も好きなの？醤油ちょっと落としてほしいで。これね。どうする？おかわり醤油落として食べてみる？あそこにあるわ。よいしょ。塩ちょっとだけ入れてみ。入れすぎたからね。醤油の風味ちょっとだけ落とすだけ。おかえさんは醤油落としたら美味しいね。なんか食べてしまうの炊きたてが美味しいんで。なあ、スースー言ってるけどまだ熱いけどな。どう醤油入れたらえ？スーパー見ます？酸っぱいの葉っぱの味かな。なんか日本のお生姜だけって感じのやつ。七草がゆ食べたら、ね、なんか学校が始まるっていう感じですね。ちょっと塩やっちゃも入れてみよう。うまいな、ちょっと酸っぱみ出るな、面白いな。まあ熱くないから食べられる。おいしいね。うん、無病息災、まあいろんなね願いを込めて七草、食べるとかってよく言われてるけど、要は正月ね、ゴロゴロしながら、昔の人ってほら粗食やったのにおせち料理で豪華なもん食べて、でゴロゴロしたから胃を整えるっていう。今は逆におせち料理の方が質素やったりするけどね。その前にね外食してご飯食べたりするからね、時代が違うんだけど、ちょっとでも塩入れてやっぱりしょっぱい、塩やっぱり塩がねすごい引き立つんかな、でもしょっぱいけどまあ美味しいのは美味しいよ。おかゆはちょっとね塩が強めの方が美味しいし、ということで、七草がゆ食べました。これでまたね1年間無病息災で、元気に暮らせたらなと思います。で七草のね20分ゆでたりね、パソコン立ち上げてねデータ解析しとったけど、七草がゆの由来、七草七草やって七草がゆの由来、いろんなサイトがあるんだけどちょっと見てみましょう。七草がゆ、1月7日の朝、七草がゆを食べる風習があります。なぜ七草を食べるのでしょうか。人日の節句、1月7日は人日の日に行われる人日の節句の行事です。五節句のうちの一つ、人日とは文字通り人の日という意味で、中国の前漢時代、元日は鳥、2日は犬、狛犬、3日はイノシシ、4日は羊、5日は牛、6日は馬、7日は人の日として占いを立ててた。8日に、なんていうのかな、穀物の穀ね、で占って新年の運勢を見れたことが由来して、七草、春菜の間、七の最高という7つの若草を入れて汁物を食べた、無病息災を願うようになりました。つぼみは厚物の汁という意味、また士官将校昇進の1月7日に決めたことから、この日七草、七草なぜ七種菜の間、を食べ出世を祝ったって書いてあるんだけどね、この風習が奈良時代に、日本に伝わり、年の初めに七草を摘んで食べ生命力をいただく七草摘みという風習や、7種類の穀物でお粥を作る七草がゆの風習ごとに結びつき七草がゆに変化してきた。そして江戸時代、人の節句、人日の節句、七草の節句として五節句の一つとして定められたって。だから奈良時代に渡ってきて、で、江戸時代に定着したって。奈良時代からもうねお粥は食べた、七草がゆは食べられてたみたいなね。セリナズナ、五行箱べら、仏の座、鈴名鈴代、まあね、セリ、水辺の山菜で香りがよく食欲増進。ナズナ、別名ペンペン草、江戸時代にはポピュラーな食材。五行、別名母子草で、草餅の元祖。風邪予防、解熱に効果が五行で草餅のもてねて。箱べら、目に良いビタミン A が豊富で、腹痛の薬にもなった。箱べらって言ったらうちの鶏の餌で、ようあっちゃんね、裏の山に箱べらとに行って、鳥にあげてた。仏の座、別名タビラコ、タンポポに似ていて食物繊維が豊富。鈴菜、株のこと、ビタミンが豊富。鈴代、大根のこと、消化を助け風邪予防にもなる。まあ、体にいい、山菜ばっかりでね。五七五七七のリズムに合わせ、セリナズナ、五行箱べら、仏の座、鈴菜鈴代、春の七草って言われて、まあそんな感じでね、今見たサイトにはそう書いてある。でこの中で、七草粥はルーツはこれやねんけども、春の七草が手に入らなければ冷蔵庫にあるネギ、ほうれん草、三つ葉などの好きな野菜で OK。 できれば新鮮な若草を使うこと。自然界から新しく生命をいただくっていう本来のコンセプトにマッチします。いや違うやろそれは違うやろ。七草の歌とかも書いてあるよね。要は、七草なずな、糖度の鳥が日本の土地に渡らぬうちに、糖度、要は中国ね、糖度は韓国か、要は中国から韓国のこの朝鮮半島を経て日本に、糖度の鳥が日本に渡ってくる、渡り鳥ね、渡ってくる頃よりも早くに七草食べましょうっていう歌なんやろな、多分あっちゃんが今思ってねまあそんな感じでね、七草がゆ、ちょっと青臭いねんけどね、なんとなく癖になって1年に1回しか食べられへんからね、まあ、食べられへんことはないんだけど、まあ昨日今日過ぎるともう七草って売ってないから、まあ、2つ3つ買うといてもいいんだけど、またそれは違うんよね。7日の日の朝にね、寒い日に起きて一生懸命作ってそこで食べるっていうのがね、なんか好きなんで、まあそんな感じで、あっちゃんは七草いただきました。七草が美味しかったです。はい、ということで、2020年も元気に、やっていけたらいいなと思うあっちゃんでした。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの七草がゆ、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。